今村隆也は日本のゲームクリエイター。大阪国際工科専門職大学工科学部教授。かつては、任天堂株式会社情報開発本部制作部に勤務していた。兵庫県宝塚市出身。大阪芸術大学デザイン学科グラフィックデザインコース卒業。1989年に任天堂に入社。主に F-0 シリーズ。 スターフォックスシリーズのキャラクターや世界観のデザイン、監修を手掛ける。アメリカ風のデザインを好んでおり、彼の手掛けるデザインやイラストはアメリカ風の印象が強いのが特徴。2021年1月20日に任天堂を同日退社したことをツイッター上で報告した。2021年4月より大阪国際高科専門職大学にて、 工科学部の教授に就任。デジタルエンタテインメント学科 CG アニメーションコースを担当。ゲーム雑誌、任天堂ドリーム2021年6月号より、連載コラム、今村教授の7.8期開始。血液型は A 型。似顔絵を得意としており、テレビ番組、t b チャンピオンの企画、全国似顔絵職人選手権に出場した経験を、持つ。 ニンテンドー在籍時に行ったキャラクターデザインで一番苦労したのはゼルダの伝説ムジュラの仮面に登場するキシンリンクだとしている。ありがとうございます。